か。はい、皆さんこんにちは、レゴブロッカーです。今日はゲーム用のハンドルをレゴで作ったんで、それでですね、リアルレーシング3をプレイしていきたいと思います。このハンドルを作った時は、だいぶ前の動画で、なんだリモコンで操作して、あの iPhone でリアルレーシングするってやつでやったんですけど、それがなかなかうまくできなくて、まああんま楽しくなかったんで、手動にしようということで、あと iPad にも対応できるような大きさのやつを作ろうということで作りました。友達が改造してくれたとんでもなくすごい色のISF ですね、走っていきたいと思います。シルバーストーン2周です。 iPad をこうやって横にスライドして入れることができて、それをこの部品ですね、この部品で止めます。上下で2つずつ止めますね。ではレースしたいと思います。すごい色だな、あのかっこいい IS が台無しじゃないかん？大丈夫か、ちょっとグラグラしてるぞグラグラ、ちょっと怖いですね。よし、行きましょう。天井になんか書いてある。あ、やばい、ポッキーが落ちた。ポッキーが落ちた。やばい、ポッキーが落ちた。ポッキーが落ちた。あ、いや、なんかハンドルの下の根元だ。部品が取れ始めている。やばいよ、ほんとだ。ハンドルが効かなくなった。ちょっと待ってくれ、一回止めよう。まずポッキーを食べる。次に修復。天井にボンネットに、天井におならって書いちゃって、ボンネットにお尻って書いちゃって、そしてリアバンパーにうんちって書いちゃって、とんだ変態だ。ポッキーがまだ刺さっていたようだ。食べてしまおう。やばい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 、なんかハンドルがついてるか、なんか軽くなってね。よし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 、交差しないようにいい感じに曲がれてる。あ、ぶつかる、セーフなんかガクガク言ってるぞ。取れそうだな。直線が難しいですね、ダーク運転してしまって。そしてブレーキもこれ勝手にかけてもらうようにしてるんですけど、その手というかブレーキがあまりかける段階がこうと手があって手になってるから、あまりかからん。ショートカットできなかった。やばいやばい、ショートカットしようと思ったら逆に遠回りになってしまった全然ハンドル効かんやんこれ。後ろのライト割れてるねこれね、右後ろテカテカしてる。あの赤色のガラスが取れて内側の銀色のが見えちゃってる。壁をこすってしまった。そして右側のドアミラーが折れてますね。 OK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 。 まあ運転は慣れればそれほど難しくないかなとは思うんですけれども、やはりまだこのギアの遊びがあるので微調整が難しいですね。普通に走るには全然まだかなわないので、そこら辺をちょっと改良したのを次回ね、作って動画にできたら。なんか取れた。いやいや、ハンドルがこれ効かなかった。ああ、ハプニング2回目。はい、直った。 OKOK。 バックしてお尻お尻って書いてありますね。よしよし、行きましょう。一周するのに何分何秒かかってんだ俺。もう2分58、3分かかってるよ。大変だな。ISF ってこれ後ろに書いてあるけど、その下のうんちがでかすぎて全然そこに目がいかないですね。
これは絶対追いつけないですね。はい、もうどちらかといえば周回遅れされる。あの、なんかガクガク言い始めた。これは取れてしまいそうな予感が。取れたあれ、なんか地味に進んでっちゃってるよ、あなた。よしよしよし、行くぞ。多分またハプニング来る。どこでか分からんけど。よし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 。危ない。あとはそのアクセルとブレーキを、今アクセル自動なんですけど、アクセルを自分でできるようにタッチペンとかをつけられたら、周回差つけられたよ。タッチペンとかつけられたらいいですね。だけど前タッチペンつけて全然効かなくて、曲がれなくて最下位だったかなになっちゃったから、それは嫌だな。よし、じゃあ今度こそショートカット、ショートカット、ショートカット。オッケーオッケーオッケー。やめて、こっちこっちこっち。オッケーオッケー。ショートカットになったか分からんけど、普通にはしたらここはショートカットになってる。壁に当たりそうになると、なんかガクってなったぞいろんなところにちょっと目を行かせないといけないな。 iPad の中にも見なきゃいけないし、ハンドルも見なきゃいけないし、ん、聞いてる？ん、聞いてるか。ハンドルの根元がもう取れそうだよし、よしよし、いけそうだいけそうだ。さっきの時の3分ぐらいのタイムよりは早くゴールできそうだけど、全然ハンドルが回ってねえじゃねえか。なんか 俺にぶつけてきたやつだよ。俺がぶつかりに行ったのか。ぶつけられたんじゃなくてぶつかりに行ってんだよ。よし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 、あとちょっとで、うん、ゴール。コースアウトしてしまった、抜かされた。っていうかどっちにしろ最下位だけど、よしよしよし。あ、ボッキーあるじゃん、後ろに。あったかいんだけど、なんか。終わりだよ。刺さってねえよ。6分かかってんだよ。はい。というわけで、これ、やってみたんですけれども、壊れやすいってことと、まだ遊びがあるので、あとタッチペンもつけたいので、改良したのを次回動画でやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。